皆さんこんにちは。ギターはおしゃべりです。今週はアンサンブルは素敵と題してチェロとの二重奏を聞いていただきます。あれ、アンサンブルって合奏じゃないのと言われそうですが、アンサンブルはフランス語でご一緒にという意味なんですね。ですから3人4人大勢というのもアンサンブル、音楽ではそのように使っています。ギターはいろいろな楽器と二重奏をしますが、ギターの音量が小さいということから、なかなか他の楽器の方から声をかけられることは少なかったのですが、最近では響きのいいホール、そして何も大ホールじゃなくてサロンでの音楽の楽しみというのも増えました。そういう時にはギターはとってもうってつけですね。音色も美しいですし。今日聴いていただくコンチネンタルタンゴの名曲、ジェラシー。これはヤコブ・ゲーゼが作曲しまして、いろいろなスタイルで演奏されています。今日はチェロとの二重奏でお楽しみください。どうぞ。
いかがだったでしょうか。ジェラシー、嫉妬という曲ですが、何やらメラメラ、モヤモヤとした音楽が続いて、なんと後半にはとても明るく爽やかな音楽に変わります。嫉妬していた誤解が解けた喜びでしょうか。はたまた、もう次への新しい恋への憧れと喜びなんでしょうかね。さあ、ギターおしゃべり、また再来週お会いしましょう。さよなら。